ってたわ。ちゃんと伝言伝えてくれたのね。ありがとう、アーシャちゃん。いえ、そのと、どういたしましてと答えていいんでしょうか。あなたに付き合う義理なんてないけど、私たち以外の人に迷惑はかけられないから。これ以上アーシャに付きまとうのはやめろ。いただくものをいただいたらそうするわ。さあ、大切なものをお出しなさい。これよ。これが一番大切なもの？私たちが数年かけて調査したものよ。これ以上貴重なものは持ってないわ。じゃあ本当に一番大切か試させてもらおうかな。何？ほら、やっぱり違うじゃない。そんな紙切れなんてどうでもいい。リンカ、あなたの大切なものを奪ってあなた自身も取り戻す。私はそのために来たの。そんなことはさせない。あの子はあの戦いで唯一包囲網を突破した常人の技じゃないわ。気をつけて、リンカ。心配は無用。私は以前の私ではありません。末席だったあなたが私にかなうと思って。この地に来て私は強くなった。昔と同じと思うな。足手まといを二人も抱えてよく言う。マリオンとアーシャは足手まといなんかじゃない。以前の私はただ命令されるままに戦っていただけ。今二人を守りたいと思うのは私の意志。私は二人を守る剣になる。人形のようだった以前の私よりも今の私は強いぞ。どうしよう。私一体何をすれば。下手に入ったら切られちゃいそうだし、人に向かって爆弾投げるわけにも。大丈夫です、アーシャ。そこで見ていてください。え？私は負けない。まさかこの私があの子に。言ったろ、昔の私と思うなと。今の私は命令で動いてはいない。自分の意志で戦っている。なかなか言うようになったじゃない。でもあなたは私に勝てないわ。試してみる。いつも通り始めましょう。周囲を一掃します。やっ、やっ、たっ。これを。よし、大丈夫だよ。これで大丈夫です。はっ。まとめて片付けます。はっ。マリオン、アーシャ、怪我はありませんか？私は無傷よ。あなたのおかげね。私も大丈夫です。あの、もう一人のリンカさんは？少し計算が違ったみたい。私らしくないな。けど諦めないわ。あなたは私のものなんだから。すぐにまた
あなたを奪いに来る。楽しみにしてなさい。すぐまた来るか。やれやれ、しょうがない子ね。もし来てもまた私が追い返します。私の居場所はここですから。それに私は凛花の所有物ではない。マリオンとアーシャの友達だから。ごめんなさい、私足手まといで。二人に怪我がなくてよかった。こちらこそ巻き込んじゃってごめんなさい。それと凛花の力になってくれてありがとう。勝てたのはあなたのおかげ。マリオン、あなたもです。さあ帰りましょう。どうなるかと思ったけれど、みんな無事でよかったよ。